デイミアン・セイヤー・チャゼルはアメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家。2009年にミュージカル映画、ガイアンド・マデリン・オン、エパーク・ベンチで映画監督、脚本家としてデビューした。2014年には同名の短編映画に基づいて制作されたドラマ映画、セッションで注目を集めた。チャゼルは2016年にライアン・ゴズリング、 エマ・ストーンが出演したミュージカルロマンティック映画ララランドにおいて監督、脚本を務め高い評価を得た。第89回アカデミー賞では史上最多の14ノミネートを受け6部門を受賞した。チャゼル自身も史上最年少となる32歳で監督賞を受賞した。このほか、チャゼルはゴールデングローブ賞監督賞を含む多くの映画賞を受賞している。 同作は、第87回アカデミー賞において、作品賞、脚色賞を含む5部門にノミネートされ、3部門を受賞した。ゴズリングとは、ニール・アームストロングを描いた、自作、ファーストマンで、再びコラボレーションした。ロードアイランド州プロビデンスに生まれた。父は、フランス・クラマール出身の計算機科学者で、プリンストン大学教授のバーナード・チャゼル博士。母。 セリアはカナダ人家庭出身でニュージャージー大学において中世史の教師を務めていたニュージャージー州プリンストンにおいて育つ幼い頃から映画を作ることを夢見ていたが後にミュージシャンになろうとして高校でジャズドラムに打ち込んだこの時に厳格な音楽教師の指導を受けたことがジャゼルの出世作となったセッションを作る際に大いに役立ったという チャゼルはセッションの主役アンディ・ネイマンとは違い、自分の才能では偉大なミュージシャンになることはできないと本能で理解した。と語っている。プリンストン高校を卒業後、幼い頃に夢見ていた映画制作の道を再び歩み出した。ハーバード大学の資格環境学部で映画制作を学び、2007年に卒業した。ハーバード大学では以後映画でもコラボレーションすることとなる。 ジャスティン・ハーウィッツとキャリアハウスにおいてルームメイトであり、バンドを組んでいた。また、在学中に出会ったジャスミン・マクグレードと2010年に結婚したが2014年に離婚。2017年10月には、ダララランドに出演した女優のオリビア・ハミルトンとの婚約を発表し、2018年9月に結婚した。チャゼルは、ハーバード大学のクラスメイトだったジャスティン・ハーウィッツと、 共に卒業論文の一部として、ミュージカル映画、ガイマデリン・オン、エパーク・ベンチを制作し、映画監督、脚本家としてデビューした。作品は2009年に、トライ・ベッカ映画祭などで上映された。2013年には、ホラー映画、ラスト・エクソシズムに悪魔の超愛の脚本を、エドガス・スドネリーと共に執筆した。また、同年公開のスリラー映画、 グランドピアノ狙われた国権の脚本家としてもクレジットされている。チャゼルはこの2本はいわゆる雇われ脚本家として仕事をした。自分が一から書き上げた脚本で映画を作ってみたいと思いながら仕事をした。と述べている。この他 JJA ブラムスが所有するバッドロボットプロダクションズに雇われ、ジュークローバーフィールドレーンの脚本のリライトにも携わった。 第40回ドービル映画祭にて、セッションの制作案はプロデューサーたちの関心を引いたものの出資者が現れなかった。しかし、チャゼルの85ページの脚本が2012年のブラックリストに載ったことで映画化にこぎつけることができた。その資金集めのためにセッションのコンセプトをもとに短編映画を制作し、2013年1月に開催された第29回。 サンダンス映画祭に出品した。その結果、フィクション短編部門の最優秀賞を獲得した。完成版は2014年1月に開催された第30回、サンダンス映画祭に出品され、観客賞と審査員大賞の両方を獲得した。また、第40回ドービル映画祭にも出品され、グランプリと観客賞を受賞した。第87回アカデミー賞では、 チャゼル自身の脚色賞をはじめ、作品賞を含む5部門にノミネートされ、助演団優賞、録音賞、編集賞の3部門を獲得した。セッションの成功を受けて、チャゼルは、ミュージカルロマンティック映画、ラララ,ランドの制作資金を得た。ライアン・ゴズリング、エマ・ストーンが出演した同作は、第73回ベネツィア国際映画祭において、オープニング作品として上映された。 第41回トロント国際映画祭にて観客賞を受賞した。2016年12月9日にはアメリカ合衆国において限定公開され、同年12月19日に全米公開された。作品は批評家に絶賛され、ゴールデングローブ賞映画部門作品賞など様々な映画賞を受賞した。チャゼル自身はゴールデングローブ賞監督賞、 アカデミー監督賞をいずれも史上最年少の32歳で受賞した。2018年、チャゼルはニール・アームストロングを描いた電気映画ファーストマンにおいてライアン・ゴズリングと再びコラボレーションした。脚本は女子シンガーでジェームズ・アール・ハンセンによるアームストロングの電気ファーストマン、ニール・アームストロングの人生を原作としている。 作品は2018年10月12日にユニバーサル・ピクチャーズにおいて公開され、批評家からは肯定的な評価を得た。2017年初頭、オーシャンサイドメディアは、チャゼルが脚本を執筆し、2010年のブラックリストに選ばれたミステリースリラー、ザ・クレームの映画化権を獲得した。2018年の公開を予定している。チャゼルはまた、ネットフリックスにおいて、 ミュージカルドラマのテレビシリーズ、ジエディを制作し、第1.2話を監督する。ジャック・ソーンが脚本を執筆し、グラミー賞を受賞したソングライターのグレン・バラードとアラン・プールがエグゼクティブプロデューサーとして参加する。2018年1月25日、アップルはチャゼルと提携して、オリジナルのテレビシリーズを制作することを発表した。チャゼルは全イエピソードにおいて、 脚本を執筆し、監督する。ありがとうございます。